私たちが住んでいる双葉郡のあの位置とか、そういうま震災での出来事みたいなこともちょっとお話しさせていただきます。まあ、原発ができる前は、あの冬は東京などに出稼ぎに行っていたりとかしていて、あの家族揃って正月を迎えることができなかったっていう、そういう地域でした。で、それが原発ができたことによって仕事ができて。 出稼ぎに行く必要がなくなって、家族みんなで正月を迎えるようになったんだよ。なんていうふうに、あの高齢の方はい、あの言ってらっしゃる地域です。それでですね。まあ、原発事故っていうのは何を起こしたのかということをなんか、まあ,あのちょっと少しでも。まああの知っていただけたらなって思いまして。あのそれまでっていうのをですね。まあ、全て失うことと、私はちょっと書かせていただきました。まあ、本当に人ものこと思い出。 いつもの日常っていうのがどれだけの幸せなことかというのを、あの本当感じるということをすごく聞きます。で、あとはですね。まあ,あの、私が今住んで隣町のと、あのあ隣町というか、その川内村の隣の富岡町では富岡子ども食堂というのものを始めています。まあ、この子ども食堂というのは、いわゆる。あのまあ、世の中で一般的な子ども食堂というのは、あの貧困世帯とかのお子さん向けに。 あのお食事を提供しようというものが多い,多いと思うんですけれども、まあ、ここでの子ども食堂というのは、ですねあのそのコミュニティというものが全くもって失われてしまった地域で、子どもを通してコミュニティの再構築を図ろうというような子ども食堂というふうになっております。まあ、その富岡町にには仕事で働きに、まあ、その収束の原発のの収束の 作業とということで働きにっていう方がいっぱいいらっしゃいましてあのそういう、まあ、この土地にゆかりがあって遅延があってもともと来たっていうわけじゃないあの親御さんがかなりいましてあのそういう方々がそのなかなかその地域とのつながりが持てないっていうようなあのご相談がありましてそれなので子どもを通して、まあ、親同士地域の方々と親,親子で。 あの地域の方々とととがれる機会を作作ろうといういことで作っています、まあ、より良い未来をつくっていくためにはということで私たちが得たものというのがですね、まあ、現地の中で得たものというのが対話の重要性お互いの立場の違いを尊重することというのがすごくまあ学びとしてありました原発再稼働や処理水位の海洋放出など原子力の分野において求められていることなんじゃないかと思います。まあ、その 例えば説明,をし説明会を開きました公聴会で意見を聞きましたそういうことっていう一方的ではなく一方的なまあそういうやり取りではなくその相互の立場を理解し話し合うこと、まあ、そのお互いの立場を理解し合った上での話し合いっていうものが丁寧にやっていけたらなと思います。30年後のののどうううしててるかかかななっていいいが、まあ、まだ想像つかないというか、まあ、でもその 本当強いて言うならこの地で幸せせに暮らせたらっていうことなんですぱり、ねまあ、原発事故由来の暮らしの喪失とかダメージっていうものがまだすごく強く残っている感じがしてでなんかこう土に例えたっていうかその豊かな土というかその豊かな思い出というか今まで培ってきたものがなんか除染されて剥ぎ取られちゃったみたいななんかそんなような感じを受けていてでなんかそのためにはまあギャップ を埋めるというかその町を耕すっていうかその一度人がいなくなった後そのそれ前付き培ってきた暮らしが失われてしまった土地に、まあ、その喪失を埋める土となる人の営みを積み重ねていくまあそうして地層を作っていくまあ人が暮らしている地層を作っていくっていうまあ、なんかそういうイメージですまあそのやっぱり原子力ってなかなかその その一般市民の方々にとってすごく遠い存在のままなんですよね。あのそれはあの原発事故があってその原子力っていうものが今まで全然遠かったっていうのがすごく住民の人が気づくみたいなあのっていうのもあってあのそういうところがもっと距離をあの社会との距離を近づけた方がいいと思うんですよね。あのなんか 専門性が高いとか、そういう問題はあるかもしれないんですよ。ですけども。かといって、すごく実はこうやって社会に影響を及ぼすことがある。ことが起こす可能性があるものというか。まあ本当は社会とつながっているものであると思うんですね。なんで。あの。なんて言いますか。まあその。もっと身近にあるんだよっていうことを。 まあ近づいてきてもらって、まあ、住民も近づいていってそれであのお互いの理解を深めるというかということが必要なんじゃないかなと思います。